じゃあセーブしよう、うん、おっさんにねキノコ渡さん、しゃあ進まんから、もうしゃあなしやで、ほんとに待て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 、うん、ありえうるさい、まずい料理は受け付けんぞ、持ってきたってだから、ああ三つ、はいはいはい、了解了解、三つね、もう最大数作ろう、よし、あ来た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 、はい、うん、それでいて上品な、そうだろ、まあ、明日からお前土食わすからな、ほんと、はいはい、褒めて使うぞ、ペルキドロクの記述は実に多彩でな、この書の中にもこだわりの男料理のページが、なに、メルキドロクを直接読ませてほしい、我が輩の宝物なのだ、そうやすやすと見せるわけにはいかん、それに慣れていこう、そもそもこの書は、古代の文字で書かれておるゆえ、文字を失った我々にはそう簡単に読むことはできんのだ、しかし我が輩はこの町をさらに発展するさせる移動所をつかむためにも必ずメルキドロクを読み解くつもりだ、解読が進めはお主にも伝える、楽しみに待つがよいぞ、うん、はい、この焼きのごらがは一つはお主の分だった、さあ食べるがよい、はい、3個渡したのにこいつ、ビリンは5個あげたら3個くれたのに、こいつは3個あげたら1個しか返しようらん、この野郎、ほんと、なんだ、まだなんかあの、せっかちな、解読を進めると言ったのはついさっきではないか、うん、少し発展させてはくれるのか、町を大きくすることでビルダーとしても一回り成長するがよい、あー、うん、床から2ブロック上までしかポイントにはなりませんから注意してくださいね、10に作って拠点レベル、オーケー了解、あ、なんか新しいもの、それを使ってまた部屋を作れと、壺、拠点の中にある部屋に家具を置くとポイントが入りキャンプゲージが上がる、どんどん家具を作って部屋を飾ろう、はい、あー、あれか、左上の HP の下のキャンプってやつか、オッケーオッケー、ちょっとなんかさっきビリンがさ、なんかやってたでしょ、ちょっと見るわ、絶対なんか入れてくれてないね、うん、入れてくれてないね、じゃあとりあえず壁埋めちゃおうか、なんかここら辺の壁埋めよう、うん、こうしてここも埋めちゃうか、よいしょ、でここ下、あれ？あ、こう、うん？うん？ずれた？ずれた。お？あれ、ここ置けないの？あ、置けんじゃん。置けんじゃんか。こうしてここも埋めようか、お、なに、あ、オッケーオッケー、飯、さっきの、じゃあキノコ食べようか、1、柿は半分、キノコの方がいいね、よし、で、ちょっと微調整が難しいよな、
下向きにこうさ、こうして、そういうことか。そういうことか。オッケーオッケー。地面の中に置こうとしてんのか、これは。それは無理だわな。こう。で、こう。こう。こう。え？こうか。よし。で、ここ扉を開けるでしょ？よし。こんな感じかな？よし。ここも。んで、あとは、扉だよね。扉を立てて、壺を置いて、すりゃいいのか。まず扉。ああ、素材がないな。草と枝と。で、さっき壺、あ、これこれこれ。壺が油と土。とりあえず作るか、じゃあ。まとめて作る。はい。ちょっと素材集めていこうよ。うん。ああ。寝よう。スライムが入ってきてる！ビリング危ない！こっち来い、こっち来い。あぶねえ。入ってきよるんか、あいつら。なんで、どうやって入ってきた、あいつら。なんかある？え、どうやって入ったんだ？ここか？あ、ダメだ、ここ壊せないしな。ビリンおはよう。ビリンおはよう。普通にそこ歩くもんね、なんか。壁だって言ってんのに。入ってるー！ビリンありがとう！持っていくよ、これ。んで。とりあえずこれいらない。翼はいるでしょう。これなんだろう、白いつぼみ。うん、置いとこう。整頓よし。ちょっと枝と草刈りに行こう。ピンク色の花がある。ピンク色だ。なんだろう、毒消し草とかかな。あ、看板だ。ん？島と島をつないで橋、つないでいた橋は魔物によって壊されてしまった。もう人間の力ではもう海や川を越えることはできないのだろう。ああ、ブロック積みゃいいよね。うん、ブロック積みゃいいよね。うん、これ看板壊せないのかな。壊せたー、壊せたー。なんか壊しちゃいけない気がする。ちょっと待って、道具道具。これちょっと、これちょっと邪魔だな。置いといて、とりあえず立て直しとこう。うん、ちょっと横向きになっちゃったけどね。え、書くって何？書くって何？書くって
って何これ、終われないし、え、これ、はいはい、扉、あと、ちょっとコンボをもう一本作っとこうかな、壊れそうだしね。装備、よし、どこにしようかな、ここにしようかな、ここにしよう。扉を、違う、こう、ああ、で、松明を置いて、で、空き部屋が完成して、で、壺を置くと。壺部屋ね、これ壺部屋、あ、もうない、もうないのか、あともうちょっとだな、もうちょっといるな、壺を作る、壺の材料って何だったっけな、もっと壺いっぱい置けってことだろうな。これ油か。ってことはスライムからなきゃ。スライムからだよね、油取れんの。待てい、あ、この野郎。よし、これで壺と扉をいっぱい設置しよう。ここにまずは扉を置いて、でちょっと中きれいに、中きれいにして、松明を置く、よいしょ、んで、壺を並べると、うん、壺を並べる、よし、いい感じだ、あ、上がった、レベル、イエーイ、壺ちょっと余っちゃったからもうちょっと置いとく、こういう感じ？こういう感じ？よいしょ。よし。これでビリンに話そう。ちょっとこうきれいにしとこう。よし。ビリン。ちょ、ビリー何してんの、もう、落ちちゃうんだろうね、とりあえずビリー、あ、ビリーじゃない、おっさんか、物を作って街を発展させてくれたのだな、
素晴らしいぞ。心なしかビルダーとしても成長したような気がするな。あなたは魔物をいくら倒しても魔物と戦う者として成長することはありません。ほう。物や作り上げた物で上げて、おお、なるほどね。レベルがないんだ、その本人のステータス的な。物を作る力を持つあなたにとっては拠点を発展させる、させ物を作り出すことこそが成長。メルキドロクの解読にはまだ時間がかかりそうだ。どっしり構えて気長に。ま、めめめめ、この気配は木の実、イノキのネタ、なんか討伐マークみたいなの出てるね。ビリ、お休み。寝てもねえよ。かわいい。かわいいっす。ギガントかわいいっす。ちょっとね、撮影時間1時間超えちゃったので、一回ここで区切ろう。うん。で、次パート、ね、おっさんにね、うん、話しかけて。多分なんか倒してこい的なマークなんだろうね、あれは。うん。話しかけようと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。